はい、皆さんこんにちは。今期のワンモアウェアのご紹介をします。私は神楽スキースクール校長の天野と言います。よろしくお願いします。僕もこのウェアをね、着用していますけれども、非常にまずこれは、ちょっとダウン的な感じであったかい、それから生地が柔らかいので動きやすいです。非常に動きやすいです。ですんで、こう滑走中の疲労感っていうものがあまりなくて、すごくこう心地いい、あったかくて快適な、ウェアの一つだと思います。またやっぱり着心地の良さっていうのは、僕らスキーヤーとして一番感じるところは、この肩で切れるっていうところなんですね。これが前でこう釣ってしまうと、非常にこう首が苦しくなったり、こう姿勢がなかなかこう取りづらかったりするんですけど、非常にワンモアはこう肩で切れて、非常にこの保温性もあるし、腕の構えとかもこう伸ばしやすくて、スキーのフォームとかもこう作りやすい、こう非常にリラックスした、フォームを作りやすいウェアの一つだと思います。また機能的にはね、ファスナーも非常にこう滑らかで、物の出し入れがしやすい。それからこの後ろのポッケもありますんで、ちょっとしたまあゴーグルだとか、ビーニーだとか、フェイスマスクとか、そういう小物をこう入れておくといいかなと思いました。あとはパンツの方なんですけど、まあインナーもちょっとわざとらしくワンモア着てますがパンツの方はですね、このサスペンダーもありますんで、このマジックテープで簡単にこう調整がしやすいサスペンダーになっています。であと肩もこの通常こうフックとかあるサスペンダー多いんですけど、これは全然ないので、ここの肩周りのストレスもないっていう状況で履き心地がいい。それからウエストの調整もしやすい。ここにこれもマジックテープになっているので、こうやったらこのまま、ね、自分の好きなところでこうその日のお腹の調子でもウエストの調子を調整をしやすいかなと思いますので、ぜひお店に来てみて、着用していただければ、このウェアの良さが分かるんじゃないかなと思います。